こんにちは、ベンジです。ゼロ月はみの仮面の続きをやっていきます。今回から第6の職が始まりますね。そろそろ長所6が出てくるかな。はい、ではやっていきましょう。あらすじからか。4の職、うつせみだっけ。鏡の中の歪んだ顔と老月館内に流れるめまいにも似た混乱を起こさせるこの音楽。ここで行われていた治療とは何だったのか。ここで行われた治療とは、あ、なぜ患者たちは今も霊となって館内を徘徊し続けているのか。次々に湧き上がる疑問を胸に、ルカは見覚えのある一つの部屋の前にたどり着く。そこはかつて自分が入院していた病室だった。ルカちゃんか。ルカちゃんが3階について、その後の話だね。はい、行きましょう。水無月ルカ。6の職、月森歌。あら、ムービーなしか。ここが私の部屋。行くか。入れんだ。入れないじゃん。鍵がかかっている。はいはい。ああ、儀式。え、地下行けってこと？地下だよね、それは。ただ一応。おい。ギャラリーへ行こうと。こいつか。曲がり木か。今なんか映ったような気がする。まあいいや。こう。ギャラリーね。あ、入れるよ。何回か心霊現象が起こってますけど。まああまり気にしないで行きましょう。うわぁ、すげぇ、綺麗。あ、なんか見つけた。でもこっち先に。入れない。うわぁ、なんだあの絵。赤い人。なんだ。ブルブル言ってる。これか。あ、違う。あ、これだね。はい。塗りつぶされた顔、何かが映り込んだ。全員の顔が潰されて描かれている。絵の後ろから何かが落ちた。何かが落ちた。あ、これ。これは取られないと思う。よいしょ。水木の鍵。ルカちゃんの部屋だね。古い鍵にススキの模様が刻まれた木の札が落ちている。308号室水木とプレートの後ろに書かれている。分かってるよ、そこだよ。こっちは消耗品でしょう。手つかまれないようにしないと。大丈夫。3個しょぼい。赤い人。人形とかどっかありそうな気がするな。こんなところには。そこの隙間とかないか。他の絵も一応見とく。絵の表面が削られており、何が描かれていたかわからない。ああ、全部削られちゃってんだ。これも古いものらしく内容はわからないが、かろうじて赤い色が見て取れる。人形ありそう。あった！あるでしょ？あると思ったよ。え、ちょっと待って。
すごい分かりにくいとこにあるんだよな、いつも。OK。これも何か分かんない。ま、行きましょうか。うわぁ、そうだと思った。ここじゃねえか、こっちか。ああ、開かない。扉が開かない。しかも戦うにはいいスペースだもんな。ダメか。こっちね。ああ、開く。うわ、びっくりした。書いてんのか、今。ああ失敗。お、まだいた。床に絵を描く男。これ踏んだら怒られるだろうな。床に不気味な絵が描かれている。顔の潰れた赤い女性の周りに無数の人々が描かれているようだ。なるほど。なんか描いてる。ビジョンが私に筆を取らせる。黒く静かだ。そこに私はいない。誰もいない。何もいない。刻々と記憶は黒く塗りつぶされ、その黒もさらなる黒で何度も塗りつぶされる。しかし完全な黒からのみビジョンは立ち上がるのだ。私は記憶を燃やし、その引き換えにビジョンを手に入れる。ビジョンは万華鏡のごとくまばゆく変化している。その一瞬を定着させること。私の暗闇に光がうがたれる。生まれよ、生まれよ、生まれよ、生まれよ。なるほど。お告げ系のアーティストか。なんかそういう人いますよね。夢の中で見たものを小説とかにするとかね。結構そういう話は聞きますよね。あと薬やってとかそういうのもありますよね。20個でかい。トルソー。トルソーの後ろにはたくさんの頭部が縄で吊るされている。マジ？本当だ。あ、ここ行ける。いや、行けない。どうなってる？うわ！びっくりしたよ。よいしょ。はい、すくばっている男。ビジョンが、ビジョンが見えなくなっちゃったか。ね、これあいつの部屋に行くんじゃねえのか。だね。あ、あ、今の部屋だったのか。じゃあそっから外に出るのか。これで出ちゃっていいの、いいのか。ああ、一周回ってきた。なんかある。これでルカちゃんの部屋に行けばいいかな。5個。ルカ部屋。ルカちゃんも自分の部屋に入る。これで何かを思い出すのか。すげえ音鳴ってるよ。めっちゃ音鳴ってるよ。私の部屋。ピアノが、はい、ピアノを弾く少女。自分だろうな。こういうとこに人形があるんじゃなかろうか。あら、かわいい服が入ってる。人形はなかった。で、どこかが反応。あ、人形ここにあった。わあ。あ、音楽療法で。
あれ？これ人形じゃねえか。違った。棚の中に小物入れについた小さなオルゴールが置いてある。今反応したのどこだ？あ、そっちか。うわ、これはいいもんあるんじゃないの？5個、しょぼい。もう一箇所どっかに。この辺かな。ここに私がいた。私はここで何をされていたの？何も思い出せない。人いない？これは私の日記。病院に入ってだいぶ経ちました。同じ年の女の子と仲良くなれたし、看護婦さんも優しくしてくれるけど、ルカはたまに悲しくなります。どうしてお面をかぶせるの？どうしてお父さんと同じなの？先生があの音楽を聴かせてくれるときに、ルカは怖いことを思い出しそうになります。お母さんのために早く治して思い出したいけど、思い出すのが怖い。家のこと、お面のこと、お父さんのこと、お父さんの背中、お父さんが振り向いて、ここから先は字が読み取れない。え？お父さんの仮面ってこと？をかぶせてんの？ルカを、お父さんにしようとしてる人がいるってこと？その院長先生は、そうなの？わーお、オルゴールね。先に、ここら辺の。これか。いやー、ガラスで怪我するぞ。きっと、カセットテープだ。先にカセット聞くか。よもつきるか。はい。テープ回ってます。どうだい？どんな気分かな？お面をかぶると違う人が入ってくるの。わからなくなって眠ってるみたいで、だんだん声がして。それはいつからかな？昨日かな？わからない。お面？いろんなものになるってお父さんが言ってた。でもお父さんも違う人、違う人になったの。わかるもん。そうか。お家に帰れる？もうすぐだよ。お父さんも治るの？すぐに良くなる。お母さんにもすぐ会える。なるほど。お父さんと同じっていうのは、お父さんも違う人になってるってことか。そういうことね。ロリ声のノトさんも良かったっすね。あんまりないっすね。いきます。さっきの音は、このオルゴールまだ動くの？歯車が一つ足りない。さっきはどうして？確かに。はいはい、よいしょ。どこだっけ？ゆりかご。足りない歯車、ここにあるの？この部屋は見覚えがある。どこって言ってくんねえかな。どこだっけ？どっかでは見たんだけどな。こういうとこに人形あったりしない？音鳴ってんの？これか。風もないのに。見た覚えがあるから、一応ここ入れる。カミサリ好き。美咲ちゃんの部屋。
ゃんの部屋だった。あ、人形？えい、すげえとこに隠してある。よし、残りといた。なんか各部屋一個ずつありそうな気もするんだよな。小さな歯車。あ、まだなんかあるよ。はい。フィルム変えよう。ああ、失敗。刻みとか使う。あ、受けてこいよ。刻むか。はい、刻む。俺す。あと一撃だ。フィルム変えよう。刻んだから。あら、全然弱かった。もうこの弱フィルムじゃダメになってしまった。よし。あれ、ヘイタロのタイミングめちゃくちゃ早いんだよな。あ、後ろ？これはフェイタルチャンスがないから取った。邪魔だ。ここだね。手が出ないか。大丈夫。ああ、取られた。マジか。最後でやられんのか。ショック。レセキラジオ。お父さん、お身をつけるの。いろんなものに混ざって、今お父さんは言ってた。お母さんは泣いてた。お父さんとお母さんはいつも喧嘩してた。ルカにとって、大きいことなんだって。誰も見たことのない場所に行けるって。なるほど。誰かになれるってことは、お母さんには大丈夫。たの箱の中。何？どこだろうね。ベッドの下とかかな。ルカちゃん部屋行こう。あ、箱の中ってその。今から歯車つけて、いや、オルゴールか、あれは。ベッドの下の箱の中だな。わあ、びっくりした。誰かいるように見えた。よし。下とか見れねえか。まあいいや、まずはこれ。歯車つけた。うまく回らない。ちゃんと並べないと。パズル？これルカちゃんの手？うん。全部回るようにすればいいんでしょう。お、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 お。上の、あ、上の歯車を回るようにつけろってこと？あ、わかった。この木の色、
この薄い色のやつが動かせて、茶色いやつを全部動くようにすればいいってことか。はいはい、わかりましたよ。あー厳しい。ここは台で行きたいか。むむ。こうか。ああ惜しい。こんなとこいらないよ。こうじゃん。はい。すべての歯車がつながった。オルゴールが鳴り出した。この曲どこかでピアノを弾けば何か思い出すかも。オッケー。ああまた？うわ長い。死がフラットね。はい行きますよ。ちょっと待って。はい行きますよ。早すぎたのかな今。あ違う遅すぎたんだ。はい行きます。あもう一回。そうだ。よし。そうだ。この曲。あ、誰かいる。上手ね。お母さん。ネイルか。もっと上手に弾けるようになったら。なったら。お母さんいなくなった。ここはどこ。過去かな。懐かしい気持ちがする。今さピアノの上に人形乗ってたけど違うかな。この人形違う。現実に戻んないとダメかな。ああ、なんか、ちょっと変わってるね。ルカの日記に、私の日記。今日もお庭で遊んでいたら、仕事場の方からコンコンと音が聞こえました。お父さんだと思いました。お父さんにはずっと会っていません。お父さんはずっとお面を作っています。お父さんが撫でてくれなくて寂しい。抱っこしてくれなくてつまんない。でもお仕事がいつ終わるのかお母さんに聞いても答えてくれませんでした。はぁ、よもつきさんが仮面を作ってんのか。なるほどね。ベッドには行けない。え、出ちゃう？ここ。あ、これ病室じゃないじゃん。ルカの家か。え、夫お母に会いに行けんのか。マップ見れっか。お、お母。マップ。ああ、よもつき亭2階。なるほど。はあ、腹減ったよ。覗いてる。うわあ、重いんだ。あ、おっか。ルカ。はい。なんですか。中庭を見下ろす
さやか。おっかだ。そこに、ルカが遊んでんのかい？庭で遊んでるって言ってたもんね。一応手掴まれるかもしれないから。さやかの日記。これお母さんの。月明かりの庭にルカが立っているのを見てしまった。抱きしめた私のこともわからない。ただうつろな表情でわからないことをつぶやくだけ。ルカは鏡を怖がる素振りも見せた。芽吹く前に灰原先生に相談しないと。すぐにでも先生に見てもらわなければ手遅れになる。ルカに渡そうと思っていたものはしばらく私が持っていることにしよう。いつかルカが治って笑顔を見せるときまで。なんだそれ。この部屋にあんのか。ありそうだよね。ああ、さやかの日記に。あの人がルカに面をかぶせてしまった。祭壇の前でいろんな面をかぶせていた。ルカが病にかかったのはそのせいなんだろうか。あの人は変わってしまった。あの人が作業場にこもる時間は日に日に増していく。そして作業場から戻るたび、何か言い知れぬものを漂わせて帰ってくる。あの人の目に深く落ちた影が、その暗さを増してきたように感じる。でもその奥で光る目の異様な輝きは日に日に増すばかり。口走る言葉に焦燥の色が見える。あの人が今何を追い求めているのか、決して私たちには話してくれない。でもあの人は明らかに全てを、捧げようとしている。あの人を動かしているものは何？それを思うと、あの人を信じる心が揺らぐ。この作業が終わるとき、宗谷さんは帰ってきてくれるんだろうか。お父さんかな？よもつき宗谷かな？もう帰ってこない。そんな思いが脳裏をよぎる。今のあの人は私の知る宗谷さんとあまりに違う。あの人からルカを話さなければ。お母さん、なんか、あれだね、かなり聡明な人だね。言葉遣いがすごいよ。ああ、仮面だ。人形ねえかな。和ダンスに美しいボタンの介在具が施されている。中には女の子の着物が入っている。それか？渡そうと思ってるものって。どうもいいのかな。階段。いやー豪邸だよね、こんな窓いいよな。なんか前作でもこういう窓があったような気がする。すごい一本道な家だね。さすが、ゼロに出てくる建物だけあるわ。わあ、祭壇。仏壇に表面が剥げた面が祀られている。面の左右には小さな位牌が並んでいる。人形いねえか？ならこういうとこなんだよ。ないね。うん。何かがある。日記かな？あ？ルカ。月を見ている少女。男と面の写真。お父さんの写真。あ、戻ってきた。あ、おっと。お父さん。お父さん。お
はもうお面作りに夢中で構ってくれなくなったと。でお父さんは、あ、はい、また忘れて、なんすか、またを据えてって言った。あ、なんかありそう。お、小さな桜の鍵、どこですか。大丈夫。お、箱見つけた。引き込まれるぞ。ミキさん、明日はお祭りです。お面をかぶって踊りを見ます。みんなとお祭りに行くのは楽しみ。でもお面をかぶるとまた忘れるのかな。この病気は覚えていることが消えていく病気、覚えているけど会えない人や死んでしまった人が消えていく病気。お父さんが消えていく、思い出そうとすると怖い気持ちになる。でも思い出さないとお父さんは消えてしまう。私の中のお父さんが死んでしまう。怖い、思い出すの怖い、でも消えないで。なるほど。ああ、ごめん。箱から取り出しよく見てみると、かすかに記憶が蘇ってきた。これは、これ。つけられた仮面か。ああ、そこで？終わったよ、姉さん。姉さん？陽ちゃんか。祭りの日、いえ、神隠しの時の息が苦しくなる。私は神隠しに会った時何をされたの。そうね、持ってかないんだ。この部屋はもう OK？ よいしょ。あとどうすればいいんだ。桜の鍵がどこかだね。どこか教えてくれなかったよね。これか？ここなんか、あ、違うか。これセーブポイントか。ちょっと今回長くなってきたんで、ここで終わりましょうか。多分まだ続くと思います。はい。では、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。